皆さんこんにちは。いつも不動産テックの学校ゲートスクールをご覧いただきありがとうございます。今回は放課後企画として牧口さんにいろいろ質問していきます。本読んでたのはね、あの読んでた、あの僕が一番おすすめするのはビジネスマンの父から息子に送る30通の手紙。あれは本当にキングスレイウォードって方が書いた本で、会計士だったのが起業して起業家になったんですね。で大きな会社作りましたと。でその大きな会社作った時に、心臓病で死にそうになった時をきっかけに息子と娘に手紙を書いたんですね。でそれが書籍化されたのがビジネスマンの父から息子に送る30通の手紙っていう本があって、でそれは本当に父親が愛にあふれてビジネスマンとしての息子のキャリアを育てるためのアドバイスを書いてるんですよ。であの例えばあのなんであの起業家になろうと思ったかっていうと、高校生の時にアルバイトしたと。で工場で働いたと。で工場で働いた時にもう何時間も働いて少ない賃金しか もらえなかったと。でそうなってくるとその時の経験は一生この仕事をやらなきゃいけない人がいるんだなっていうことに気づいたと。だとしたら自分はそうじゃない選択肢を得られるためには、まあ、自分で会社を作るなり、まあ、自分であのキャリアを開けられるような仕事をしようっていうところに思いついたみたいな話をアドバイスとして書いて、であの子供がその大学生になった時のタイミングだとか、大学で成績が悪かった時のタイミングだとか、でいちいち手紙を送るんですね。でそれが最後愛にあふれてて、あなたの最大の理解者父よりみたいなとか、あなたをこの世で最も愛してる父よりみたいな、そういうキーワードが書いてあって、本当にハートフルだし、ビジネスマインドとしてもすごい学びがある。だからベストセラーになった本なんですけどね。あれは本当に社会人としてはおすすめですね。あとは僕はいつも言ってるけど、考える技術、書く技術、あれは本当にあのレポートをするにしてもメールを書くにしても相手に何かを伝えるにしても考え方が整理される名著なので、コンサルになったら必ず読まされる本なんですね。で、まあ、あの考える技術、書く技術もおすすめです。読みやすいのはあのビジネスマンの父からの手紙です。あれはもう本当に読みやすい。本日はお話しいただきありがとうございました、はい、またいろいろあの質問させていただくと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、ぜひあのコメント欄なので牧口社長にあの聞きたいこととかあったら動画にしていきたいと思いますので、ぜひあの書き込んでください。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。